いう成績を残してこの日本に渡ってきました。アウトコースいっぱい決まりました。来日初三振を奪ったアルカラスからです。韓国リーグでは勝率9割を超えているピッチャーです。勝負の1球は空振りの三振。今のかなり速いですよ。151キロと球速表示ありましたが、それ以上の感覚もあるんですかね、バッターは。回、7回途中まで投げています。近め、見逃しの三振。あ、いいボールですね。ここに決められるんだったら本当にいいピッチャーですね。そうですね、まあ、コントロールはね、ドミニカ人にしてはいい部類に入ると思いますよ、はい。まあ、それがあったから韓国でこうやって勝てたのかなという気もします。これストレートだけだったら韓国が打ちますからね。あーバースさんだったり、はい、かなり腰をかがめて凝視してボールを判断しましたんで ね、 はい、ね。ただエラーはその一つだけです。おい、球だ。うん、またこれがいいコースに、こういうドミニカの国で、はい、もうスポット決まればな。ランナーがスタート、盗塁は成功ですが三振です。追い込んでから来ましたね、いいボール来ましたね。インコース、さあ、ワンアウトランナーなし、追い込まれている近藤、ジャストルッキング、見逃しの三振。ストレートに手が出ませんでした。うん、ファイターズは今シーズン最多の連敗が3、連勝も最感じではなかったというふうに言ってましたが、そうですね、はい、今2球投げましたけど、非常に、コントロールされていい球がいっていると思いますね、はい、力強い球でインサイド空振り三振、三振、三球三振。まず先頭のこの塩見を打ち取りました。高めに力のあるストレートです。まあ、あの前回そのストレートの感覚が今一つだ、怖いなって思うとやっぱりその試合やられやすいですからね。フォア空振り三振、ご自身が絶対そうだったんですね、きっとね、でしょうね。ポイントですね。そうですね、うん、最後はストレートに空振りの三振です。アルカンタラ第4球、高めバットが出ました。153キロ、大カウントになりましたけれどもね。あ、ストレート空振り三振。そうですよね。はい、今のもあの変化球にちょっと比重を高く置いてたのかなっていうスイングにも見えますけれどもね。まあでもね、あのその一個まだ押してますよ今日ね、アルカンタラね。そうですね。はい。あ、ここもストレートで153キロ。1点目でまたね、はい、2敗で迎えてますからね。154キロストレート、最後は空振りの三振です。じゃないかなという気がするんですね。ああ、空曲げてきました。カットボールですかね。カットボールですかね。カット気味。これはちょっとあの村上の頭の中にもなかったかもしれません ね。いいところ行きましたね、これはね、はい。投げたアルカンタラ、この投球の質、ボールの質が良かったという村上、三振に打ち取りました。あ、ここは変化球で。完全にタイミングがずれてバットが振れませんでした、マーティンです。はい、だんだん腕の振りがチェンジアップで良くなってますよね。今追い込まれてて、はい、あの高さに来てピクリともしないっていうのは、うん、おかしいですからね。ですよね、はい。この左打席の方が多くホームランを打っているスモークです。うん、ただここは落としてきましたアルカンタラ。はい、今三振を取りました先発アルカンタラに対して阪神の福原投手コーチのコメントも入ってきました。ね、それなり終わる前にね、はい、あの先頭打者が初球なんかを打ちますとそういう場面になります。落ちる球空振り三振、取ってきましたアルカンタラ。このチェンジアップワンバウンドするボールで空振り三振。 T 岡田がいるというのは一つ脅威になります。空振り三振、そこをうまく振らせました。ショート紅林、現在6試合連続ヒット中という好調 T 岡田を、はい、空振り三振です。もう落ちる球空振り三振、空振りの三振。レアード順当に外スライダーでいけばと思いますが落としてきました空振り三振。